今回皆さんと協力しまして、はい、この山をぶち抜きたいと思います。わー、これ一生終わんない気すんだけど。減ってるこれ山。どうですかその作業は。俺今ちょっと経験値回復してるからもう回復し終わるけど。でもなんかね、思ったよりいけてるよ。でも、ね、うん、お、本当に、うん、順調かい？進んできて。本当だ、なんか山じゃなくなってきてる。そう、僕行った時いい、ね、あれなんかここで作業だっけ、うん、みたいになってたの。そこの山なくなったらマジで俺たちすごいよ。すごいよ。でも本当だ、村のあの家と高さが同じになってきてる。ね、マジですごい。もうあとちょっとだよ。だってコロンのネザライトの犠牲になったから涙を流したこの山のせいで。とんでもねえよマジで。なんだったらリヌ君のちょっとやばい、これやめろやめろ。リヌ君の人のものを壊すな。リヌのだと思ったよピッケルもないの。そんな名前じゃないからさ。だと思ったぞピッケル。コロン壊すと思ったよピッケルじゃないの。壊すと思ったよピッケル。違う違う、準備良すぎだろ。台本作って未来予知ピッケル。掘り残しがさ、空にちまちま浮いてんのがめっちゃ気になるさ。本当浮いてる。おい、誰だあれ。誰だ。どう処理すんのあれ。はい、じゃあ来ました、再びお題。お便り来た。はい、お題来ましたよ。よく今日は届くね、お便りが。今日はお便りすっごい来るからね。うん、なんだろう、お便り、ね、ポン。終わり。挨拶して終わってったね。特に質問はなかったっぽい、その子は。あ、じゃあ、あ、じゃあ、じゃあって言っちゃった。じゃあ、言っちゃいけないこと言ったぞ。じゃあ、来てた。お前選んでねえの、もしかして。お便りが来てた。おー、リールピッケル壊すかんだ、そんなこと言ったら。やめろ、やめろ、まずちょっとやからな、マジで。壊すなぁ。あ、来てます、来てます。お、あれ、人生で一度はやってみたいこと。あ、だからそれで言うと、それで言うと俺サメのあれだわ。サメの、ゲージ入るやつ。 あとスカイダイビングやりたいな。あ、いいね、スカイダイビングは。やだわ。やだ、やりたいからやりたいんだけど俺それ。やりたい。え、だって永遠とさ、ジェットコースターのさ、ふわっていうのが続くんじゃないの。いや、あれね、バグ話によると、なんかね、ふわっとした絨毯にずっと乗っかってるような感じらしい。楽しそう。空気が。俺、宇宙旅行かな、俺。ちなみに、世界旅行は100万あれば世界一周できるらしい。なんか聞いたことあるわ。一周するだけだったらね。そう、そういうこと。回るだけだったら。回るだけだって100万あればいけるらしい。なんか、誰か寝てない。誰か寝てる。寝るしょ。残業しなくなってる。誰か寝てない、なんか。もう限界を迎えた。身長伸びるらしいよ、宇宙にいるとき。そうなの。え、そうなの。で、帰ってきたら戻る。帰ってきたら縮むけど。縮むのか。じゃあリーナずっと宇宙にいるわ。別にいいだろ。だから宇宙でライブしたらね、あのすごい。いやいや、みんなも伸びてるからね、その分。変わんないから。みんな伸びてるから変わんない。僕何かな。1ヶ月マジで何もしないでゲームだけ永遠とやってたい。もうマジで寝て起きて飯食ってゲームしてだけ。できそうだけどね。あの、年取れば、年取ってさ、ゆっくり生活しようとなればさ。でも確かに分かる、それ楽しみだよね、そういうのもね。1回はやってみたいわ。うん、分かる分かる分かる。もう飽きた、ゲームいい、もうやりたくないっていうぐらいまで やっていたい。あれ、いっぱいいる。やばい、みんな修復班。もしかして修復班、もう壊れちゃう。壊れちゃうよ。マジで。なるほど。はい、今からアトラクションが始まります。やめろ、怖えよ。何アトラクションって。何やってんの。怖いよ。何もう終わったんだ。ありがとう、神様。何アトラクションって。神様、ありがとう。わぁ、やばい。やめろ。悪魔がいる。あ、これもう渡ればいいんだ。終わった。落ちるのこれ。終わったよこれ。あー助けて、助けてください。やばい。早くさ、直せよ。そんなことより。僕は今のうちに質問で、 Google で質問で。
言っとるやん。あー違う違う、リスナーさんね、だから Google で質問って言ってたけど、 Google で質問って何？違う違う違う、リスナーさんがそのテーマをやった選んだっていう。え？マジ？そうそうそう、ありますよね。学生時代に使っていた文房具。覚えてねえ。どういうこと？学生時代に使っていた文房具。ドクターグリップと。なんだっけそれ。懐かしい。クルトが。出たクルトが。クルトが使ってた。ドクターって何？俺知らない。グリップグリップ。そういうなんかすごいプニプニしたやつ。ああ使ってたかもしれない。ああ持つところがね。そうそうそう。あったね。ドクターグリップだっけ。あったあったわ。ペン回しでめっちゃ使えてたわあれこれ。あとなんかさ、透明な窓みたいなのがついてる蛍光ペン。透明な窓。透明な窓みたいな。あ、わかる。ペン先にでしょ。そう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 。ああ使ってたわ。でどこなぞってるのかわかりやすい。流行りのやつだあれ。流行りのやつ。流行りの文房具ね。流行りのやつね。先が見えんだよ。え、あれはあれは、あのくにゃくにゃの硬質の下敷き。透明な。なんだそれ。え？硬質下敷きだよ。めっちゃうまく描けるやつ。え、そうなの？覚えてない。普通の下敷きじゃなくて。なんかちょっとくねくねしてるやつ。わからんわからん。俺たちと時代が違うのなんか。なんでだよ。一緒だわ。同い年なんで。ジェル君とも同い年で、これ。普通の下敷きじゃん、これ多分。え、違う違う。あのね、めっちゃね、あの、超くねってなるんよ。男は黙って赤下敷きでしょ。赤下敷き。あ、出た。勉強とかに使える。勉強ガチでやん。赤下敷き一本よ。はいはい、隠せるやつだ。そう、赤文字で書いたの隠して答える。はい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 。僕はあなた映画館に売ってるの見る角度によってなんか違う絵が見える。なんか、うわぁ、なんかルートと俺のその流行りがドンピシャなんだけど。なんでやねん。俺ハリーポッターの組焼け棒のやつ使ってた。あ、わかるわかる。わかる。ハリーポッターに使ってた。なんでわかるんだよ。俺の時代だろそれは。なんで一緒なの。僕の時代もあのハリーポッターの、うん、あの、うん、炎のゴブレットかな何かの時の下敷き使ってた。マジかよ。あのザラザラの方間違えて使ってすごい書きにくいの。あーめっちゃわかるわ。え、ジェルってさ、うん、習い事めっちゃ多かったんだっけ。いや言うほどだよ。え、誰が一番多い習い事この中で。誰だろう、俺そんなない。俺そんなだと思う。みんながさ、その過去にした習い事で何が一番良かった？僕はあのピアノやってたけど、当時は嫌だったけど、今思えば良かったなって。絶対いいよね、ピアノ。俺も習いたかった。僕、水泳良かったけどな、普通にやっといて。シンプルにクロールとか泳げたりとかさ。そうなんだ。損しないよね。損しない、別にやってて。まあまあまあ、損はしないよな。運動はね、いいもんね。うん。サブちゃん幼稚園の時だけちょっと習っとったんやスポーツ。幼稚園の時に俺サッカーやって下手すぎてボールに触るたびにウルトラマンのフィギュア買ってもらってた。俺はウルトラマンのフィギュア欲しくてボールに走ってた。俺は一生懸命。かわいい。かわいい。じゃあいい。速攻でやめたけどね。いい習い事じゃんそれ。いいね、ウルトラマンフィギュア。ウルトラマンのフィギュアのために走ってた。僕さ、マジでさ、いや意味はあると思うんだけどさ、人によってだと思うんだけど、僕のね勝手な考えね、考えっていうかあれだけど。マジで小学校とかの小学校ぐらいの英会話ガチ僕意味ないなと思っちゃった僕。そうなの？そうなの？マジで僕本当に英会話嫌いすぎて、それこそさとみくんで言う一回その授業を受けたらゲーム買ってもらえるみたいな感じで泣き別書きながら英会話言いたいよ。マジかよ。でも嫌いすぎてタラタに行けばいいやしかやってなかったから、うん、マジ一個も覚えてない英会話。泣いてるよ。泣いてるよ。もう楽しかったらね。そう、楽しいんだけどさ。そうそうそう、身につこうっていう気があるんだったらあれだけどね。いやいやでやってもね、多分むずいよね。難しい。僕みたいなやつになる。一回行ったら勝ってやーって行きたくないよって。今は英語ペラペラじゃないのじゃん。ペラペラじゃねえよ。ハワイしかわかんない。今何。
でも幼稚園の時英会話言ってなかったらハワイも分かんなかったから今唯一分かる。だから英会話ためになったのかな。なったんじゃないの。習うやろ。そういうことなのか。ハワイ。でもさ英会話普通になんか小学校の授業でなかった。あったあった。俺の時なかったな。あるよね毎回歌わされる曲があんの。バナナじゃなくてバナナ。あってきた。あってきた。あって知らんそれ。みかんじゃなくてオレンジ。あった気がするそれみたいな。毎回歌わされて、もう何回もう分かるっちゅうねバナナはってずっと思ってないまだバナナでしょっつって。ちなみに、うん、もう床に着きますそろそろ。ええ待って、それ嘘嘘嘘俺は本当にあの何僕今いるもんそこに。ええここ床じゃないの。えだってさ見てよルート俺んとこ。俺んとこだよ。どこどこどこ。俺さっきからここの自分の区域しか通ってないもん。こっちじゃないんだ。あここね確かに。えぐいよ俺んとこ。俺マジ掘りまくってるからね俺。ガチで消えたよ。なくなってるこれ。まあでもあと30分ぐらいかかるのかな。どうなんだろう。かかりそうだな。ここまでもうこれ1時間半ぐらい回してるよ今これみんな。ちなみに俺ら軽い割と軽い気持ちで俺ら始めたかんね。そうだよ30分で終わるだろって始めたよこれ。ヤマホンの面白くねっつって軽い気持ちでやってわさか。もうどうなってんだよこれ。全然掘り終わらない。経験者なら分かるだろう。これ何がやばいかって僕たちこの後生放送あるからね。そうだよ公式放送だよこの後。公式放送間に合わない説あるよ。間に合わないよこれ。ここまで掘ったら掘り切りたいっていう気持ちすげえあるんだけど。あるわ。このまま繋げとく。このまま繋げてさ。はいということで今回の公式放送で、ね、今ちょっと画面がねって見られてるんですけれども。こちらねなるほどな、うん、っていう手もある。公式放送が先か削るのが先かそれか公式放送も削るか